イサキとデコピンの大浴場。デコピン来てるけど、はい、ちょっと昨日ね行ってね買っちゃいました。犬ね。はい、最近ちょっとねこのラドルマークのね、うん、お話を始めてからこういうミニキャラが好きになってきましたね。なるほどね。ごめんなさい、チーカワ以外のミニキャラが好きになってきましたね。はい。これ危険が取るわ。いや。まあこういうのね買うようになってきたんでね。今後も楽しみにしてもらえればと思うんですけども、はい、はい、今回何でしょう。はい、今ねラドルマークというね言葉が出たと思うんですけれども、はい、我々イサキとサトシの大浴場が監修させていただいたサウナブランド、うん、ラドルマークさんのね商品紹介第2弾ということで、今回紹介するアイテムがこちらでございます。ドンということでね、はい、メッシュバッグでございます。そうですね、まあ先日ねあの発表がラドルマーク公式からあったと思うんですが、はい、カバンがついに出来上がりまして、はい、僕たちの手元に届きました。まだねラドルマークさん見たことないよっていう人はねこちらのね、はい、かわいいポンチョの動画ね紹介してる動画がありますので、はい、ぜひそちらもね見てください。はい、ポンチョの方もねほんと大変ありがたいことに、うん、まあ、視聴者の皆様ねあのお得なクーポンを使っていただいて、はい、かなりの数ね売れたということ で、はい、まあ、僕たちとしてもねほんと皆様ありがとうございます。ありがとうございますという感じなんですけれども、はい、まあ、今回はね、はい、このメッシュバッグの方を紹介していきたいと思います。はい、神すぎです。はい、今ねやり直したんだけど、はい、それでは早速紹介していきましょう。はい、これ揃うかな。いきます、レッツハイロクン。全然考えてなかったわ。はい、じゃあね、はい、早速商品の方ね、はい、紹介プレゼンしていければと思うんですけれども、そうですね、はい、まず最初にね商品どんな感じか、うん、特徴を説明させていただいてから、はい、実際にね僕たちどんな風に使ってるのかっていうのをね、うん、お見せできればと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、よろしくお願いします。それでは、ラドルマークさんのね、はい、メッシュバッグの推しポイント、はい、その1、はい、なんといってもね、うん、この高級ナイロンメッシュ素材、はい、名前にある通りですね、メッシュになっております。まあ、メッシュということは当然通気性がいいですね。そういうことですね、濡れたものをそのまま入れても大丈夫、カビないというところですね。うん、まあ、はい、匂いもね気にならずにいけると思います。はい、で本当にびっちゃびちゃになった時なんかは、ね、こうやって干しときゃ勝手に乾きますから、はい、このメッシュ素材っていうのはね一つ大事なポイントですよね。そうですね、うん、ただのねメッシュ素材こう布とかじゃなくて、はい、このナイロンっていうのも結構ポイントになっていて、そうなんだよね、やっぱね布だとねそのどうしても通気性はいいと言いつつねカビちゃったりとかね、はい、破れちゃったりっていうポイントがあると思うんですが、はい、まあ、ここも心配いりませんということで、そうですね、ということでね一つ目のポイントがメッシュでした。はい、そのまま二つ目いきましょう。はい、こちらですね、なんと、はい、荷物が入ってなくても、はい、自立するっていうところですね。あら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 、自立しちゃうんですこれ。はい、はい、そこの方が結構固くできてますんでね、うん、実は今日これ開けたばっかで畳まれている状態ではあったんですけど、この状態でもなんと自立いたします。はい、はい、これは嬉しいポイントです。はい、使ってればねもっと形がしっかりついてもっと自立しやすいものになりますんで、まあ、これはねほら銭湯とかでさよく置いた時にパタパタ倒れてさ、みんなの足の裏踏んづけてるところにこういろんなねものが付着したりとかっていうのが嫌な人多いと思います。衛生的に管理するものですのでね、はい、それもこいつが問題解決をしてくれると、はい、はい、いうことですね。そうですね、はい、プラスねこうロッカーの中で荷物をねちょっとガサガサするときって、うん、はい、まあ、ロッカーってこう狭いじゃないですか。狭い、そこでこうグニャってしてると荷物が出し入れしにくかったりするんですけど、うん、ああ、まあ、自立しているのでそこも出し入れしやすいですよというのがね、はい、まあ、こういう感じですね、細いロッカー多いからね、うんうん、ここね非常にポイントになってくると思います。はい、まあ、かといってね硬いバッグをじゃあ使えばいいじゃん、はい、手の話にはならないわけで、はい、それはやはりね通気性とか、そうだね、そこが問題になってくるんですよね。うん、その2つを兼ね備えているのが、まあ、今回のね、はい、ナイロンメッシュ素材のバッグということになります。はい、ちなみにですね、はい、これは僕たちが監修してるので結構ゴリゴリに押していきます。はい、うん、あのステマとかじゃなくて、まあそうですね、マジマだから、はい、そうしょうがない、マジマだからね、うん、まあじゃあ基本褒める動画ということでいいんですね。そうですね、はい、皆さんもね動画を見終わった頃にはね買いたくなってること間違いない、まあ、絶対買いたくなってるよね、うん、お気にポイントしかないんだから。そうですね、まあやっぱりサウナーがねサウナーのためにこう監修してる、まあそうだよね、ということですからね、うん、整え親方もねサウナーのためにサウナーを監修してるわけですから、うん、僕らもねこのバッグ一つといえどね使いやすいものをね買っていただきたいという思いですよ。はい、整え子分ですよ。そういうことですよ。はい、はい、
ということでね、2つ目はこの自立するというポイントでした、はい、それでは、3つ目のすごいポイントお話ししていきます、はい、3つ目がね、7つの多彩なポケットということになります、はい、そういうことになってますね、はい、ここのね、メッシュになってない部分、ここが大きなポケット、まず1つですね、はい、はい、で中に6個あります。ちょっと見やすくできるか分かんないですけど、まあ後でね、僕たちがね、うん、使ってるバッグの様子を映させていただくので、その時に ねよく分かるかと思うんですけど、はい、まあサウナにね持っていくって言ったら、うん、まあ小物とか結構意外と多いですよね。まあポケットの数は重宝されますよね。そうですね、うん、まあアメニティ類でね、こう使い捨ての歯ブラシ入れたりとか、ね、うん、こうちょっとタオルを細く巻いてね、フェイスタオル入れといたりとか、はい、まああと、まあ、僕たちなんかで言ったらやっぱタバコっすよね。タバコっすよね、うん、はい、あのタバコをスッと入れておけるポケットだったりとか、はい、そういうのがね、非常に細かく作られていて、はい、どこに何が入っているのか分かりやすい、そういうことです、うん、そして容量自体も16リットルありますので、はい、まあ、普通にね冬の着替えでも大丈夫っていう、はい、そんなものですね。見た目以上に入るんだよね、うん、でかい意外と、はい、はい、まあ後で見ていただければと思います、はい、そしてねここにねカラビナついております、はい、カラビナもね、うん、2箇所対角についております、はいはい、車の鍵をねこうつけたりとかね、はい、まあ、小物をつけたりっていうのもいいと思うんですけれども、はい、僕が考えているのは肩掛けにする用ですね、うん、ここに肩掛けの紐を引っ掛けてこういう状態でね、はい、掛けていくと、これもね便利ですよね、はい、いろんな使い方がございます、はい、これね3つ目の、まあ、ポケット、はい、まあ、機能性の部分です ね、 そ、 うだね、うん、そして4つ目、はい、こちらがですね、なんといってもこの可愛らしいデザインこちらでございますよ、はい、まあ、黒だからね、うん、シンプルイズザベストとでも言いましょうか、はい、まあ、それが最善の言葉ですよね、うんうん、老若男女問わないデザイン、そうだね、まあ、正直これ以上のデザインあるっていうぐらいだよね、はい、やっぱここにねハイロ君、はい、映ってるでしょうか、はい、ハイロ君ね映ってる、可愛いと思うんですけど、うん、ごちゃごちゃしてるデザインではなく ね、 そうだね、シンプルで、どっちかというと、はい、やっぱサウナとかのさガチャとかでさ、うん、そうだね、デコっていきたい、自分流を作っていただきたい、はい、まあこれね撮影用にねデコってないんですけれども、はい、実際僕たち使うときはもうデコってますのでね、デコってます、まあ機能性にね、あの邪魔をしない程度にデコるのがいいかなと思いますけど、はい、まあ実際ね僕たちがどんな風にね使っているのかちょっとお見せしていければと思いますので、はい、ちょっと場面変わりますけれども、はい、はい、皆さんもねどんな使い方しようかなっていう風に思いながら見てください、はい、よろしくお願いします。それじゃあいきましょう、はい、じゃあまず僕のサウナバッグ紹介していきます、はい、はい、テーマというか使い道はどんな感じですか、はい、一応サウナに行くようですね。あ、なるほど、はい、サウナに行くときどんな格好になるのか、はい、一応こんな感じになりました。おお、早速デコってありますね、はい、ここは、これサウナ東京のガチャガチャですね。へえ、はい、蒸気ランブってあのよく有名アウフギーサーとかがアウフグースやってくれるような、これめちゃくちゃいい、本当ですね、いい匂いするんですよ、本物のヒノキ使ってる、本当だ、サウナの匂いする、はい、そうなんですよね、すげえ、まあ一デコですね、はい、はいはい、見た目こんな感じね、はい、開けていきたいと思います、はい、はい、中に何が入ってるかと言いますと、まあ外からちょっと見えるのだけ紹介しようかな、あ、そうだね、はい、メビウスの10ミリロングですね、はい、はい、こちらですね、はい、テリアのミントです、あら二刀流ですね、はい、まあ大谷さん好きなんでね、そうだね、デコピンの T シャツ着てますから、はい、で僕の場合はね、まずこの中のカラビナ、はい、ここに小銭入れ、まあこれホッタユのねレディースデー限定のものになるんですけど、ここに小銭入れをつけましたね。で結構ね使ってない人多いんですけど、浴場内でペットボトル飲む時の自分のですよっていうアピールをするためのね、ありますね、お風呂っていう、これガチャガチャなんですけどね、はい、はい、これをつけました。ペットボトルにね自分のマークをつけれますからね、はい、そうなんですね。で念のためマッチでしょ、はい、念のためね、はい、念のためね。でこれ皆さんもちろん着替えですね、はい、まあ、今夏なので半袖短パン、はい、うん、持ちました。まあ他に、靴下とかパンツとかは入れるとしてですね、なんかこんなちっちゃいバッグからこんないっぱい出てくるんだね。そうなんで、で、はい、サウナハット、はい、ちょっとここの像を見てほしいんですけど、ほら、ね、すごい、はい、サウナマット、サウナマスク、
カラビナにつけました、はいはい、なるほど、はい、なくなっちゃうんでこれちっちゃいからね、はい、でサウナハット2つ、タオル生地のものとウール素材のものと1個ずつ、まあ、使い分けようかなということで、ここに意外とポッケ大きいので差し込みました。気分に合わせてということですね、はい、でもう一つが木タオル、はい、出しちゃった、いいよ出しちゃって、出しちゃっていいね、はい、これ、まあ、これだけ入ってたよっていうのをちょっと紹介させていただきましたね、うん、入るんだ、入るんですよ、ハイロ君とか言ってね。そして、財布です、はい、この目隠しのところに僕は財布を入れました。なるほど、まあ、自己責任ですけどね、はい、はい、まあ正直小銭入れだけあればいいかなとは思うんですけど、一応長財布でも見えませんよというのを見せたくて入れました。なるほど、はい、まあその小銭入れを引っ掛けておけるってね、便利だよね、うん、で最後僕はバスタオル代わりにしてるんですけど、木タオルのあの大きいやつですね、あら、はい、これも入れさせてもらいました。はい、はい、こんだけ入れてさっきの空白感というか、うん、まだまだ余裕ありそうだったもんね。じゃあちょっともう一回入れて最後に圧迫感だけ見ましょうか、うん、はい、はい、はい、中こんな感じですね。まだガラガラです。まだまだ入る感じ。まだまだ入ります。まあ、うん、今夏だからね、半袖短パンで済んでますけどね、長袖長ズボンも余裕で入ります。サウナ施設でグッズ買った時とかも、あーいいね、パンパンだと入んないからね。そうなんだよね、入りますね。ということでね、以上がサトシのサウナ用バッグメイキングでした。はい、ということでね、イサキ流のねバッグの使い方なんですけれども、はい、僕はねサカツとかじゃなくて、今日あの YouTube の撮影をしに来ている、まあ言ったら普段使いに近いです。そうだね、とくとご覧あれ、はい、まずこちらでございます。はい、はい、早速ねデコってありますからね水風呂、早速ね、はい、いいですよね、中学生の頃のね名札を彷彿させるんですけど ね気に入っております。いい、ここメッシュだからね針がね通しやすいんですよ、ね、ということで中開けていきますけどね、はい、本当にあの期待しないでね、日常使いなんで、はい、わかりました。はい、まず見えますでしょうか、カラビナの部分から紹介していきたいと思います、うん、ケロリンのキーホルダーね、横浜ベイスターズコラボかわいいつけております。サウォッチね、これね、このバッグ、まあ日常使いでもするんですけど、サウナに行くときはもう基本このバッグなので、うん、サウォッチって結構忘れがちなんでね、もうここに固定することにしました。俺もやればよかったね、これいいでしょ、忘れていた。サウォッチ持ってる人はね、ここにつけるべきだと思います。はい。ほら、これ緑と黒でね、ちょっとね、デコサオッチということで、ね。デコサオね。うん。それ、俺もデコサオだからね。これカップルみたいなんですけど、はい。ペアルックでございます。はい。で、もう一個はね、こう車の鍵がついておりますね。はい。そして、まあこの16リットルのね、まあメインの容量部分にはね、まあサウナハット、これはあの普段使いじゃねえ、普段使いなんですけど、こうサウナハットとね、着替え、まあ、最低限のものは入っていますと、まあ、急遽サウナに行けるようにね。そうですね。で、これねマイクなんですよねあの普通の人はね、まあ、持ってないと思うんですけど、うん、まあ、僕たちもね iPhone1 台で撮ってる YouTube チャンネルとはいえね、音質ぐらいは皆さん、まあ、そうだね、ちゃんとね、そういう風に届けれるように、はい、これモフモフとかねありますから、入ってますから、はい、ちゃんとねあの視聴者さんのためにやってますと、まあ画質音質等はちょっとこれにてご教授が間違えた、そう許してほしい、ちょっと許してほしいですね、はい、まあマイクをね持ち歩く人はいないと思いますけど、うん、まあこういうぐらいのものだったら入りますよと、まあ、そうね、はい、で、ここちょっと見えてますね、これ、プッチョとハイチュウですね、はい、これは結構まあ必需品というか、別にこれ何でもいいです。これメントスでもいいですしね、うん。軽食というか、何でもいいんだけど、こう嗜好品というか。マジだから、本当マジだから食べかけなんだけど。はい。で、このポケット部分には、はい。まあ、当然のごとくね。はい。タバコでございますね。はい。伊崎さん、ちょっと入ってるもの横に置いてもらっていいですか。あ、横ですね。はい。こちらですね。ごめんなさい。はい。ね、もうすでに結構入ってますね。そうなんですよ。で、こちらはね、iPhone ケースあー、まあ、iPhone だったら実際そこ入れるよってやつね。そうですね、はい、どこ入れてた、うん、この、ね、あそこね、ここ入れてますね、はいはいはい、あのスポット入ります、うん、あのモバイルバッテリーとかもねスッて入るんでね。あ、確かにね、ここはそういうところに使ってるかな、うん、あとねこれね CBD ね、
あ、 CBD ね、はい、やっぱ今時代はチルなんでね、はい、であとねこういう薄い場所とかはね結構こんな感じのねあのなんか小冊子など入ってます、はい、これとかねあの、はい、横浜のサウナの物産展に行った時にもらったやつをそのまま入れてるんですけどね、はい、これ横浜銭湯スタンプラリーとかねあの結構街中でこういう興味ある情報をもらった時とかここにスッと、ね、なるほどね、こう入りますと、はい、形も崩れないからここはそういう風に使ってますかね、はい、もうなんか半サウナですねそれ、普段使いというよりかは。普段使いからそうですか、はい、まあ、こんな感じで小物とかもね収納してますと、はい、まあ、これ普段使いなんですけど、このぐらいのね、うん、荷物って持ち歩くことあると思いますから、はい、まあ、仕事だったりとか、まあそうだね、ちょっとしたお出かけとかね、うん、あとアウトドアとか、うん、そういうのに非常におすすめだと思います。そうね、うん、これが、イサキ流普段使いバッグメイキングでした。はいはい、ということでね、はい、見ていただけましたでしょうか。しょうか。もう皆さんね欲しくて欲しくてたまらなくなってるんじゃないでしょうか。間違いないです。気になるね、うん、お値段ですよね。はい、そこですよね。皆さんいくらぐらいだかちょっと予想してもらって、はい、それより安かったらまず買ってください。いやもう営業マンすぎるってまあ、気になるお値段なんですけれども、はい、こちらね1780円でございます、はい、俺は純粋に安いと思います。マジで安い。純粋にね、うん、まあね自分たちが監修したことを言ってあれなんだけど、うん、これよりいいバッグあったら教えてほしいよね。本当だよね、うん、なんでさこんなさ全部のさ機能がさサウナー向けなんだろうね。まあ俺らが監修してるからね。だよなということでね、はい、あんまり調子乗ってもしょうがないですけど。そうですね、はい、あの本当にサウナーの皆さんのためをね考えて作られているものなので、はい、よければね皆さんも Amazon のねリンクをちょっと見るだけでもいいのでね、うん、見てほしいですね、はい、僕たちの監修したコメントなんかも載っております、はい、そしてね、はい、なんとですラドルマークさんのインスタグラムの方に、うん、はいろくん最高とDM 送っていただけると、はい、またね抽選でお得なクーポンもあるということで、はい、まあ、前回のねクーポンは半額ということでかなりね、うん、値引きされていたんですけど、はい、まあ、バッグ自体1780円なので、はい、そこまでねちょっと頑張れるかどうかっていうのはまだ分からないんですけども、はい、ちょっとね、はい、ぜひ買う前にはね一度、ラドルマークさんのインスタグラムをフォロー、そして僕たちの YouTube チャンネルを登録していただいて、はい、ラドルマークさんのインスタグラムの方にハイロ君最高とね DM してみてください。そうですね、はい、ということで我々のチャンネルではサウナに関する情報やサウナのレビューを上げていきます。サウナの皆様チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。